リオちゃん、全然ゴリラになりきれてなかったし。まあね、説ね、レイちゃん知ってるんですけど、うん、ちょっとレイちゃんでもね、試してやってみましょう。本当のゴリラってものをね、見せてやるよ。え、マジで？それでは、ゴリラになります。うん、真の力を見せて。うん、見せてくれよ。うん、それでは、はい、これから、あの、15秒のゴリラタイム。ゴリラタイムはね、もうゴリラなんでね。もうゴリラとしてしてる気持ちでやってね。あんたがね。それでは、3、2、1、さあ始まりました。ゴリラゴリラ、おーっとゴリラみたいな、本当に本当のゴリラみたいな、キモい顔がけ、顔もゴリラみたいになってきてる。おーっいいぞいいぞ。あ、もう終わり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 。はい、迫力、はい、測ってくださいね。ゴリラゴリラゴリラ、測ってくださいね。アグラグ、さあどうなってるのか、どうなってるのか。なんだ、どういうことなんだ。ねえ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 、ゼロ点ゼロなんですけど。ねえ、どういうこと。ねえ、測れてないじゃん。もう一回。いいよいいよいいよ。ねえ、キモい。ねえ、この絵すらやばい。ちょっとゴリラ、レイ？何？ねえねえ、ねえねえ。いやー、やっぱ今後はね、うん、もう瞬時にゴリラになれるようなね、ものが必要だよね。え、ねえねえ、もうさ、ゴリラにならなくていいのでは？面白いので、ぜひ皆さんもやってみてください。やってみてください。